JR86 ようやくっすね。はい、一回形になってきましたので、はい、ちょっと久々にタイムアタック勝負しませんか。車の話出張坂戸店のコーナーです。はい、始まりました。ひろきさん疲れたよ、もう今日は。ひろきさんもう人気者なんで大忙しで。いやいや、だって今日レッスンもやりながらいろんな車に乗ってね。そして撮影 ABS のなんか切ったってリアしかロックしないデミオとか乗ってたんで、はい、はい、というわけで、はい、まあね、今日はそんなアヘッドの走行会なわけなんですけれども、はい、ひろきさん GR86 ようやくっすね。はい、一回形になってきましたので、はい、今日はご紹介と一体この車が何秒出るのかというところをやっていきたいと思います。わかりました。はい、で今回は HKS さんのまずはですね、マフラーと駅マニを交換をしてきました。はいはいはい、はいはい、そして、こちらですね、まあ、タイヤ、うん、円形の NT03WR に Z3265358 と、はい、あとは、WiMAX さんのブレーキパッドで、はい、AP2 を AP2、はいはい、投入しております。でブリッツさんのあの別端式のZZR ですね。そうです、はいはいはい、WR っていうのがありまして、はいはい、そちらを到着して、まあ、今回ねそのブリッツさんの別端の車庫調がどんな感じかっていうのをね、はい、わかりました、はい、見ていきたいなというふうに思っております、はい、そんな GR86 なんですけれども、うん、ちょっと久々にタイムアタック勝負しませんか。はい、やりましょうか、はい、先行と後攻どうしますか。どっちもいいよ、じゃんけんでいこう。じゃんけんでいきます。最初はグー、じゃんけんぽい。じゃあ先行で、はい、ひろきさんが先行で、はい、僕が後攻でいきたいと思います、はい、
というわけで、はい、アタックが終わりました。お疲れ様です。というわけで、まあね、これで今アタック3周を行ったわけなんですけれども、はい、タイムの方をうちの番組スタッフが計測してくれたということなので、はい、早速発表をしてもらいたいと思います。はい、ひろき選手45秒435、うんうん、はい、はい、そして山田選手45秒157。ありがとうございます。ありがとうございます。まあ練習してましたからね、こいつ。まあね、はい。まあでもあれですよね、ちょっと後半僕が多分後ろで乗る方が多分タイヤの美味しいところ的にも、うんね、俺も3周やって3周目が一番早い、良さそうな感じでしたよね、うん、はい。あとちなみにこの車自体は乗ってみてフィーリングとしてはいかがでしたか？はい、フィーリングは良かったんですけど、まあまあちょっとアンダーステアがまだ強いんで、そこはセットアップで変えていかなきゃいけないかなって感じですね、うん。このブリッツさんのこの別端の車高調はどういう印象ですか？はい、いやまあまあいいんじゃないですか。まあまあちょっと今回初めて乗ったんで、まだそこまでちゃんと使い切ってはないんですけど、うん、まあ実際に使い切った時にどんな感じかなっていうのは、うん、まあおいおいって感じですね。はい、ひろきさんのノウハウが加わる GR86 、はい、アヘッドのデモカー、はい、ぜひ今後とも期待をしていただけたらと、はい、お疲れ様です。思います。改造車買取専門店、改造車買取本舗、高価査定、カスタムパーツ大歓迎。お手軽スマホ査定なら最短5分、改造車買取本舗で検索。車のことならアヘッドモーターサービス、あなただけのこだわり。車の競技、カスタムチューニング、新中古車の買取販売ならアヘッドモーターサービスへ。車の話番組 YouTube では未公開映像や特別映像を公開しています。チャンネル登録お願いします。